こんにちは、シェフの米澤です。今回はですね、バジルペーストなんですけど、ベンチュリーノのジェノバペーストで、これあの DOP っていうですね、イタリアのいわゆる、認証を受けているバジルを 100% 使っているバジルペーストで、すごいあの香り豊かで、大体パスタとかに使ったりするんですけど、今日はパスタじゃなくてこうサラダだったりとかソースみたいな感じで使っていくお料理をご紹介したいと思います。まずは材料を切っていきましょう。で、エビを切ります。下処理も含めてなんですけど、皮を剥いて、背わたを落として、大きければ半分ぐらいですかね、半分か3等分ぐらいに切っていってください。玉ねぎはみじん切りにしておいてください。で、椎茸も軸を落として半分ぐらいに切ってください。じゃがいもは皮を剥いて一口大に切ります。火をかけて中火ぐらいにしてください。そしてオリーブオイル大さじ1ぐらいですね。にんにく、玉ねぎのみじん切り、玉ねぎはにんにくの倍ぐらい。で、これを香りが出るまでじっくり炒めていってください。ここで一度下味をします。塩、少しオリーブオイル足していただいて、ここにまたじゃがいも加えます。じゃがいもは下茹でしたものです。で、エビと椎茸に火が入ったらいいので、ちょっと動かしながら加熱していってあげてください。さあ、火を止めてジェノバソースを大さじ2ぐらい。ちょっと全体に絡めていきます。3枚におろしたイワシに軽くお塩を振っていただいて、出てきた水気はペーパータオルで拭いてあげてください。イワシに薄力粉を少し全体的に両面にまぶします。そして卵をくぐらせて、先ほど作った香草パン粉の中に入れて、でしっかりとまぶしておいてください。で、フライパンに油を少し多めに揚げ焼きするようなイメージですね。これぐらいシュワーとなってきたら、イワシを皮の面から焼いていきます。で、フライパンにイワシを入れてからはあまり触らないようにしてください。パン粉が落ちてしまうので、このままじっくり揚げ焼きしていきます。はい、では周りが少し香ばしくなってくるので、そしたらひっくり返します。で、ある程度もう火入っているので、身の方はほんと軽く加熱をして、パン粉が香ばしくなれば出来上がりです。ジェノベーゼソースですね。ジェノベーゼソースたっぷりお皿に敷いていきます。で、少し広げていただいて、イワシを乗せていきます。
ちょっとアクセントで一味上から少しだけ振りかけていきます。で最後仕上げにレモンを飾って出来上がりです。